ます。よろしければ見てください。ハマチャンネルです。今日はキングギドラを続いてギドラです。ギドラを光らしたいと思います。ゴジラは光らしました。光ってます。この動画を見た人はこれは見て OK、 見てない人は見てください。ギドラなんですが、首は外れるんですが、首をこう引っ張ったら外れます。で、胴体を外すのにくっついてるんですよね。それをコネコネコネとして外してしまうと胴体がすぐ外れちゃうような状態になるので、嫌な人はやめてください。ここは実はついているので、硬いノリみたいなものが、それをコネコネコネとしてもうちぎっていくみたいな感じで外します。そして100均で売ってるワイヤーライト、ワイヤーライトね、ワイヤーライト、これを開けて分解す、開けるとこういう形になっているので、電池別売りの100均で買ってきてこれを入れます。そしてこういう風に光ります、ワイヤーライト。それをギドラのお尻から入れていきます。頭のところに入れていきます。頭を外して入れます。ワイヤーを入れます。入れてギドラの頭に1本入れます。入れるとまた戻す。はい、くっつきました。で、続いて2本目を抜いて、またこのワイヤーから取り出します。はい、顔はこんな感じでつなぐこともできます。こんな感じにもできるよ、こんな感じにもできるよ。はい、2本目出てきましたんで、それを中に入れて差し込みます。差し込みます。ぶち込んでいきます。差し込みます。だいぶ硬いんですね、これ硬いねんね。2本目差し込みました。中はこういう状態になってます。もうこれ何にできます。引っ張って3本目に入れる。やって、はい、するとオンにするとこういった形で光ります。そして最後に体できました。できました。ギドラ光りました。電気を消します。ショート光ってます、かっこいい。ただこれの弱点は尻尾のところがすぐ取れてしまうっていうのが弱点なんで、フィギュアを壊したくない人はしないでください。普通にこう持ってる分には取れないんですけど、ちょっと引っ張ったりしたら取れます。置いたらこのぐらいでは取れませんすぐ、そんなすぐには取れないね。取れるのを見る日なしに、はい、感じで遊んだりもできます。ギドラ、ギドラ光りました。セルは持っていかないか。ギドラ光ってます。ゴジラ、カワスゴジラ光ってます。はい、かっけいです。電気をオンにしてもちょっと分かりづらいかな。どんどん暗くしていきますね。はいはい、こういった形で、まあかっこいいね。今日はギドラね、あ、ギドラね、ギドラ、ギドラ、ギドラを光らしてみました。弱点はすぐこれが取れちゃうことなんですが、ただ普通に振ったりとかしても別に取れないんで、こうしたらすぐ取れるんだよね。引っ張ったら、使ったのはこの100均のワイヤー
ワイヤーライトです。その中に入ってます。これをどうにか直したいって人はテープとか、テープとか他にも例えばボンドとか、ボンドとかそういうのね、ボンド貼っちゃうとね、もうねこれ取れなくなるから電源オンオフできないんだよね。だからテープぐらい貼っても別にそんなに、うん、ガムテープ引っ張らない限りは普通なんです。ゴジラとキングギドラを光らしてみ、あ、ギドラ、ギドラです。何回間違えるすいません。今日のハマチャンネルはもう終わりです。またねー、またねー。ギドラチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。